はい、どうもねです。今回ですね、こちらの、前回ね、船の、改造ということで、船改造ということで、こちらのね、リベラル、ハインド号っていうのをね、強化させていただきまして、全部星音、出るまで、とりあえずね、回し続けて、改造し続けてみたんですけど、かなりのね、その改造にあたって必要なのがありまして、S コーラとかも結構必要になってくるんですけど、なんといってもコーラが必要、大量のコーラが必要になってくるっていうのと、大量のベリーが必要になってくるっていうのがね、今後の、必要なところというところになってまして、かなりね、その大量に必要なんですよとりあえずまず改造するのに、5回改造が基本なんですけど、5回改造するのにまず1000万ベリー必要っていうのと、コーラは50個ということで、さほどね、必要ではないんですけど、もうこのねベリーがまず異常なほど必要だよというとこと、コーラもね結局のとこ異常に必要なんですよ。この改造する前までの、この強化の時点でもう1万5000のコーラが必要っていうね、非常に厳しい、ことになってまして、この船改造を、結構ガチでやろうと思ってる方からすると、コーラとかベリーが枯渇しますよということになっていますので、今回ね自分がちょっと、調べてきたと言いますか、自分の中で、これが一番効率的いいコーラの稼ぎ方、ベリーの稼ぎ方っていうねのをね、ご紹介しつつ、今後ねその船改造しようと思っている方はぜひとも参考にしていただきたいなと思ってます。今回ご紹介するのが、まずコーラの、入手の仕方と、効率よく入手、できる方法っていうのをご紹介します。で、もう一つが、ベリーの、大量入手の仕方と、する場所を、ご紹介しようかなと思ってますので、ぜひともね、一つ一つ参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで、まずはコーラについてなんですけど、コーラの入手方法っていうのが、基本的にゲットできるっていうところが、一つ目が海賊王への奇跡で、集会などしていると、結構落ちますよというところで、海賊王への奇跡が結構、入手できるところなんですけど、海賊王への奇跡も、スタミナ無限に使えるわけではないので、なかなか貯めることができないですよというところで、一番無制限で稼げるのはこちら、レイリーの交換所の方の、修行ポイント交換所の方で、500ポイントで、コーラが50個ゲットできるっていう、ものになってますかね。ここが一番ゲットしやすいと言いますか、無制限でゲットできるっていう、ところがありますので、ここが一番ですかね。はい。で、ここのコーラ、500ポイントなんですよ。で、ポイントもね、なかなか集まらないよっていう方も多いと思うので、このコーラをゲットするのに、修行ポイントが必要ですよということで、修行ポイントの、入手方法、大量入手方法っていうのを、今回ご紹介していくという形になってます。ということで、早速やっていきます。はい、ということでね、修行ポイント大量入手の方法っていうのをね、ご紹介していこうかなと思っているんですけど、一番簡単なのは、ガチャゲンのキャラを売るっていうのがね、一番簡単ではある。それこそ、何ですかね、超すごいやつとかであれば、5000ポイントで、売ればね、ゲットすることができますので、それを何体か売れば、とりあえずいいんですけど、そうなると、ちょっとね、キャラの強化ができなくなったり、結構貴重なものなんですよね、その、キャラっていうのも。今、レベル、上限突破っていうのも増えていますので、なんとしてもやっぱりレベル上限突破マックスまでは行きたいということで、キャラ売るのはちょっと引けるなっていう方にお勧めしたいんですけど、まずこちら、初心者おすすめキャラ獲得冒険っていうところがありまして、ここの、射撃ですね。射撃のこのウソップです。はい。これ結構ね、皆さん言われてるとは思うんですけど、知らない方もいると思うので、一応ご紹介するって感じなんです。なんですけど、ここのウソップでは、あ、ちまってね、ウソップではとりあえずまず強化用のこのね亀をゲットできる、これがまず非常に
ありがたいものになってまして、まあ、心属性で強化すれば37万5000ポイント、まあ経験値ゲットできるということで、非常にね、強化素材も集めやすいですし、でこちらのウソップですね、このウソップなぜか今ね、あの大量にそのおすすめキャラの獲得冒険っていうのはいっぱいあったと思うんですけど、こういう射撃のところで、3体、まあ、うわーっと20何個くらいあると思うんですけど、この中で唯一このウソップを売れば、修行ポイント10ポイントゲットできるんですよ。他のところはね、まあ3ポイント、5ポイントとかなんですけど、ここだけ、このウソップだけ10ポイントゲットできるので、まあこのウソップを大量にゲットすれば、修行ポイントたくさん集めれますよっていう、まあところになってます。まあこれは結構ね、いろんな方動画出してると思うので、まあ、知ってる方は多いと思うんですけど、まあ、自分は編成ですね。とりあえず今回編成を紹介していくんですけど、まず、本気で早く攻略したい方、本気で早く攻略したい方は選択なしでカイドウのみで行ってください。はい、カイドウのみで行きます。でオートにします。これで、手を触れなくても、攻略できるっていう感じですね。はい、まあ、なんで、船員とかフレンド船長入れないかというと、まあ、このあれですね、オートにしているとタップね、全タップしちゃうんですよ。もうその時間がもったいないということで、もうこの1体カイドウさえいればとりあえずこういう感じで周回できますよっていう形ですね。まあ、約多分ですけど1分ぐらいで、攻略できているのかなと。1分かからないぐらいですかね。はい、で攻略できるので、まあ非常にね、高速で周回したい方はこれが一番おすすめかなとは思っていますかね。はい、まあこういう感じでやっていただければ、まあ何かのね作業中とかでもいいですし、まあどっか、その移動中とかでもいいですし、まあオート押すだけでとりあえずこういう感じで攻略できますので、はい、っていうのがまあ一番、早い周回の仕方ですかね。でまあ、これも、ま、早いんですけど、効率と言いますか、一度に、ま、ちょっとでも多く稼ぎたいっていう方向けのね、編成をちょっとご紹介させていただくんですけど、まあ、船長はカイドウでいいんですけど、フレンド船長に、こちらのバギーですね。はい。バギーを入れることで、まあ、お宝1個確定でゲットできますよっていうのを持っていますので、まあ、これで、少しでもたまにね、まあ、そのウソップが落ちてくれたりだとか、まあ、強化素材が1個落ちてくれたりするので、まあ、最大で4個獲得できますよっていう、まあ、編成ですかね。まあ、自分はこれで一応攻略してますかね。まあ、やはりスタミナもね無限ではないので、できるだけ多く稼ぎたいということで、まあ、自分はこの、2体で、周回しているって感じですかね。うん、まあ、効率考えるとこれかな。で、時間がない方、もうとりあえずもうスタミナとかいっぱいあるから、とりあえず早く周回したいって方は先ほどのね、カイドウのみで、攻略するのが一番いいんじゃないかなとは思ってます。はい。まあ、ということで、まあ、この1回攻略することで、ウソップは3体ゲットできるんですよ。まあ、スタミナ3倍にすればね、3体ゲットできて、まあ、うまくいけば4体って感じですね。バギーで落ちれば4体って形で。で、1ポイント、1体で10ポイントなので、まあ、その10ポイント、を、まあ、3体ということで、まあ、基本は3体なので、3体で、30ポイントですね。まあ、なんで、1回でとりあえず30ポイント稼げますよと。で、コーラが500ポイントなので、17回。とりあえず17回周回すれば、コーラ50個ゲットできるっていう、まあ、ものになってますかね。はい。まあ、なのでまあ個人的にはここが一番おすすめかなと。はい。まあ強化素材もゲットできますし、まあこういう感じで、修行ポイントの、ゲットできるウソップもゲットできるっていう、うん、っていうところで、まあ個人的にはやっぱりここのウソップがまあなんだかんだおすすめかなとは思ってます。はい、ということで続いてはこちらベリーですね。はい、ベリー大量入手方法ということで、まあ一番高速で、で一番大量に稼げる、まあ編成だと思いますので、まあぜひとも参考にしていただきたいんですけど、まあベリー獲得するのはやはりここ、黄金の、まあ黄金でいいのかな、黄金の洞窟かな、洞窟かこれ合ってるか、洞窟、お金持ちと、大金持ちということでね、編成はこちらになってます。
ビオラを船長にすることでベリーを、3倍にできますよと。はい、ここで3倍3倍というとこですね。でこちらフォクシーを入れているので船効果の方で、ベリーが2倍になるよ と。で一応レイリー交換所で7500ポイントで確か攻略で交換できますので、まあ、交換していただいて、まあ、ビオラを船長フレンド船長に入れると。で船員にはゾロ、キャロット、エネル、そして、イゾーですね。でこちら一応すべて、このね自己必殺短縮は最大まで上げといてください。まあ、ゾロはこの20発のも最大まで上げてください。キャロットもそうですね、はい、上げてください。で限界突破はマックスまで上げてくださいね、すべて。はい、こんな感じですね、ちゃんと上げて。まあ、依存も同じくですね、こちらを上げつつ。で依存の場合はこのね限界突破鍵も突破してのマックスまで上げないといけないので、そこまでやっていただきたいなと。でお宝3倍にしますよという形ですね。で、攻略していきます。これはね手は使わないといけないんですけど一番早いと思います。まあ、ということで見ててください。はい、まずキャロット使います。はい、キャロット使う、エネル使う、はい、でイゾー使う、はい、で、ここまでいったら次、ゾロを使う、はい、で、ボス戦きます。まあ、スパンダム来る。で、スパンダム来るんですけど、まあ、これで耐えてくれますよと。で、ゾロがもう一回必殺打ってますので、これで飛ばしていくと。まあ、これは30秒ぐらいで終わるんじゃないですかね。っていう感じですね。で、確かこれ、タイミングによってはかな？あれが来るのかな？何でしたっけ？ルッチが来ると思うので、そのルッチの場合はどうなるか分かんないんですけど、ルッチじゃない場合はこの形でいけますし、ルッチ来た場合もっとベリー稼げるはずですので、まあ、これで、ベリーが、こんな感じですね。約2000万稼げます。これで2000万稼げるんですよ。これ非常にいいよね。非常に良いですよね。これいいのよ。で早いのよこのキャラ。もうこのキャラだけでねもう早くいけちゃうのよ。いやビオラが3倍がえぐいのよね。まずねこれさ、ルッチどうなるかな。でさらにフォクシー入れてることで船効果でベリー2倍にもできるっていうね、非常にお得な、ものになってますかね。はい、でまあ一つだけ言うとあれですかね、その何ですか、スタミナが結構減っちゃうんですよね。これ1回で90スタミナ使うので、まあそこがちょっとね、まあかなりのスタミナを使うので、まあそんなたくさん周回はできないかとは思うんですけど、まあぜひともねスタミナまあ減らすのどうすればいいのかとかね悩んでる方は、まあ船改造とかっていうのもありますので、もうベリーたくさん集めてください。とりあえず、はい、いざとなった時に絶対使うことになりますので。うん、いやすごいなこれ、2000万はえぐいな、2000万えぐいな。あーもうほら2回で終わっちゃうね。確か自分が今289スタミナあるので、まあ約3回回っちゃうともう終わりなんですよね。はい、まあという形でこんな感じで攻略できるかなと思いますので、ぜひともね、参考にしていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで今回は、まあ、ベリー大量獲得の場所と編成っていうのと、コーラ、大量入手方法と、まあ、修行ポイント必要になってくるので修行ポイントの、まあ、ゲットする方法っていうのと、編成をご紹介させていただきました。まあ、少しでもね参考に、していただけたら嬉しいなと。まあ、どちらとも周回するのは、まあ、カイドウの方であればオートにすれば、まあ、1分で、ベリーの方は、スライドするだけで30秒ぐらいで終わりますよというものになっていますので、まあ、こちらのベリーの方はちょっとね、作業をしながらだとか、まあちょっと動画見ながらだとかっていう形で、で、修行ポイントの方は移動中とかね、はい、もう手が
まあ、掴まなくてもいいよって時に、やっていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。